お疲れさんです。お疲れ様です。東京8日間行っておりまして、はい、その帰りね、今朝合流しまして、はい、今はこれどこにおるんですかね。これは静岡市内ですね。静岡市内、はい、一体どこに向かっているというんですか。今日はですね、ええ、僕は前々から結構、はい、生配信とかでも言ってたんですけど、はい、静岡おでんの美味しいところがあると。お、出ました、静岡おでん、はい、静岡おでんといえば汁の色の濃いね、おつゆに粉がかかっとるやつですな、はい、黒はんぺんとか入ってる。あ、黒はんぺん美味しい、あれ好き、はい、うん、が入ってる、はい、静岡おでんを食べに行きたいんですけど。あ、いいじゃないですか。僕のおすすめの場所があるので、ええ、今日はちょっとそちらに向かいたいなと思います。うん、まあ、じゃあまだすか。やっぱ、静岡市の広さを知らないですね。迷ってるでしょ。違う、もうこれズバリどこに向かってるんですか。何ちゅうとこに行ってるんですか。今は、ええ、静岡競輪に向かってます。ああ、あ、あ、じゃなくておでんちゃうやん。違う、もうギャンブル企画に行ってるやん。ギャンブル企画に行ってないよ、全然。僕今日ギャンブルしないんで。ギャンブルしないんですか。しないですよ。おでんを食べに行きます。あ、おでん売ってるってこと。静岡競輪に、まあ、露店みたいな感じで、あ、お店があるんですけど、おうおう、あの、そこのね、静岡おでんがもう昔から美味しくて。あ、競輪場のうまいおでんを食いに行こうってこと。はい、そうです。マジか。あ、じゃあこれ今から降りて中入っていくわけですね。そうですね。もう着きますか。はい、あ、ほらほら、ちょっと中入ってまた続き撮りたいと思います。はい、ということで後ろに見えますのが言ってたお店です。味があるじゃん。はい、まあ、ちょっと無許可なんでね、はい、ちょっと隠しながら撮りますけど。聞こえてるよ多分。大丈夫、誰もこっち見てないんで大丈夫です。オッケーです。ということで、はい、いいですね。そうです。あ、おでんぐらい、これでも1本100円。こんにちは。うわ、むっちゃいいやん、おでんも。あ、静岡おでんやから。はい。これ粉かけるやつや。10本ください、全部で。はい。おうおう。フライも欲しいな。はい。こっちって、これ何？黒はんぺん。はんぺん。これは？うわ、ちょっとうまそうな多いな。これイカイカか。うわ、それつけて、あ、つけて入れて、つけて、はい、一度漬けで。なるほど。僕これ欲しいです。これとこれ。玉ねぎ、はい、玉ねぎと、はい、いらっしゃいませ。とこれね。はい、ちょっと炊き上げような。あ、いいですね。うん、はい。で？おでん、おでん。はい。何が思うの？フワあります？フワ4本ください。あ、ありがとうございます。フワって何？内臓です。はい、柔らかいところでお願いします。初めて見た俺、このふわ。特殊だからね、レバーとかやの好きな人なら、そうですよね。多分レバー苦手な人もだと思う。はい、あと、ウインナーよな。あ、もう2つ。あ、いいね。あと、何あります？あとのこの、あ、卵。卵1個ください。あ、かわいい。そんなもん？ああ、ええじゃん。はい、じゃあそれでお願いします。はい、ということで買ってきました。これすげえな。はい、もう僕が本当に幼稚園の頃から通い続けてますから、競輪場に。はい、なので、あの、まあ、100円全部100円だったじゃないですか。全部100円。もうそういう魅力もありますし、あの、静岡おでんを食べたいなら、うん、絶対ここが一番美味しい。そうなんや。間違いない。なんかようわからんの頼んでたな。はい、フワ。フワですね、うん、牛の内臓です。はい、肺ですね、牛の。肺か。はい。あ、絶対食べれよ、お前。いや、絶対美味しいです。えぇ？いや、絶対美味しいです。いや、ちょ、食べ、とりあえず食べてください、それを。ちょっとまず、この、なんか、桜エビが乗った、かき揚げみたいな。はい。いただきます。いかがでしょう？これ100円の味じゃないですよね。めちゃくちゃ美味しいんですよ。クオリティ高い。これ食って。はい。
ちょっとチューハイでも飲んで、そうで、お金使いまくるという、そう、最高の一日が過ごせそうな、その通り。もうね、やっぱビールとか飲みたくなるんですよ。ソースにジャポンつけとるから。そうですね、うまっ。うん、あ、いい、この揚げ具合最強でしょう。うん、後ろでチャリ走ってるし。チャリ走ってるっていう感覚ね。だフライとかおでんとか、うん、まあ焼きそば、たこ焼き、うん、おにぎりとか、もう本当にいろいろ売ってるんですよ。ここの店のお父さんね、はい、あの唐揚げ揚げたてのやつな、うん、バットに揚げて、はい、1秒でもう手で掴んでくしって指もう感覚ないじゃん。いや、もうでも毎日毎日、うん、何十年もやり続けてますから。はい、イカフライ、えぐい量のソース。イカフライね、はい、ちょっと逆光なんでね、黒っぽいかもしれないですけど、どうですか。美味しいですか。めっちゃうまいわ、はい、毎朝毎朝あのお父さんとお母さんが仕込んでますので。これかなりジャンクなことやってんな。ああ、確かにジャンク、うん、間違いないですね。もうマジでこんなんばっかりは。ほんま好き、こういうの。いいですよね。お米欲しくなんないですか。なってる。ここね、炊き込みご飯とか赤飯とかあるんですよ。うんうん、あったあった。最高です。うん、はい。うどんとかも食いたいやん。あ、うどんも売ってます。ちなみに。ね、はい。これが他のってもう誘発する感じの。ああ、そうですね。うん、だから例えば1レース目に勝ったらそれを食べに来て。もう2レース目買ったらうどん食べに行って、うんうん、3レース目買ったら酒買うんですよ。みんなこの娯楽の間に食うご飯というか。そうですね、うん、なかなかおすすめです。じゃあ小林さん、フは絶対食えるんで食ってみてください。これ食べたことある人少ないんじゃないでしょうか。見たことある、みんな、はい、あの静岡おでんがあるお店でもフワがある店ってほんと少ないんです。なんか素材でいうと象の鼻ですね。まあ確かに灰ですけどね。牛の肺？はい。ちょっと行ってみようか。はい。いただきます。はい。まあ、小屋さん、あの量のからしが大丈夫だったかなっていう心配もありますが、どうですか？え？どうですか？俺の負けた。これフワめちゃくちゃうまいでしょ。フワ以外に名前の付けようないぐらいフワです。柔らかいし、はい、うまっ。そうなんですよ。何だこれ。まあこれ卵とかちょっと食べてみてください。あの味染みてるんで。これ卵2個ついてるからね。そうで、静岡おでんのあの粉ですね。邪魔な粉もついてて。邪魔じゃないわ。邪魔じゃないわ。あ、そうだ、あのそもそも、うん、このちょっとタレ見せてください。つゆ、はい、色の濃さ映る。これあの、うん、静岡はこういう濃い色のおでんなんですよ、はい、そうそうそう。これにさらにいらん、えいらん粉を。いやいや、ちょ、いらんくないって。ちなみにこのつゆだけちょっと飲んでみてください。え、いっていい。はい、濃くないんですよ別に。あ、でも見た目よりかは全然そうですよね、うん、はい、こっち薄い色の出汁に慣れてるから、うんうん、濃いなとは思うけど、そんな思ってるほどではない。さあどうでしょう。染みてますよやっぱ濃い出汁。あ、うまい、うん、濃い色の出汁の煮卵というのは、うん、中身もちゃんと染まってますから。うんうんうん、あ、いやいや、いい飯食ってるわ。なんかいいですよね。ウインナーでっかいな、これも。これ全部100円、本当ね、値上げしないでほしい。やっていけてんかな。いや、もうでも昔からありますから。うわ、静岡関係ないもんな、このウインナー。マジで。いやでもタレがね、今日は、はい、静岡に来たついでにね、うん、前から結構僕、はい、生配信とかでも言ってたんですよ、うんうん、静岡ケリーのおでん美味しいよって、うん、言うてましたけどね、はい、うん、まあ、それをね、やっと小屋さんに食べさせることができたんで、うん、また皆さん静岡来た際は、あの子供いるいない関係なしに入れますので。でもほんまね、あのお酒欲しいなる味。あ、確かに。だから飲める人もっと頼るよ、はい、ということで、うん、皆さんぜひお越しください。今から小焼き学の全財産ぶっ込めます。やんない。俺も東京帰りでもうお金ギリギリなんですよ。はい、増やすわ。はい、ということで
美味しいです。はい、またゆっくり、うん、静岡回れるように。はい、今から本気の勝負をしてくるから、はい、お楽しみに。お疲れ様です。結果はエンディングで声で言います。はい、1600円負けあるだけ行って増えたり減ったりして1600円負けですね。でも本当に美味しいのでみんな食べに行くだけでもいいと思いましたよ。ということで今回は以上です。ありがとうございました。